はい、こんにちは、ビッグボーイです。では、今回もブラックオプス3マルチプレイベータやっていきます。で、今回は誰を使うのかというと、スペシャリスト、アウトライダーの、アビリティ、スパロー。長く引くほど射程が伸び、命中すると爆発する複合矢と、あ、違う、複合弓。これを使っていきたいと思います。この、こうなんか鋭い見つけるした、このオナゴで。で、武器、メインウェポンの方は、前回使って使いやすかったので、レベルを上げているこの SMG クーダにグリップとストック、そして、コンバットナイフにその他もろもろ行ってみよう。で、スコアストリークは、UAV にケアパケがアンロックされたので、ケアパケとヘルストームで、チームデスマッチ。近接攻撃が BO3 になってから、ナイフじゃなくて、まあ、AW はパンチだったか。パンチ、そして、BO3 で当て身、チームデスマッチ。銃を敵に当てがう、当て身になったんですけど、当て身で敵を倒すには2発当てる必要があって、なるべくその近接攻撃で試合を進めるという方式は取られてないと。なので、まあ、ナイファーとかで遊びたい場合は、やはりコンバットナイフとかを用意する必要があると。来ないか。よし。なんてエイムだ。よし。ちょっと一回戻ろう。こっち行こうか。味方がいる。後ろだ。おお、ダメだ。とりあえず弓をね、使いたいから、ゲージを埋めよう。 UAV がナイス。左 OK。 よし。だいぶね、 BO3 にも慣れてきたよ。なんかにぶつかった。ああ、落ちた。敵も落ちた。ん？お、う、出れない。よし、二人いた。さあ、もう少しで弓が使える。あらら。Friendly Talon inbound。 おお、後ろにもいる。こっちから行ってみよう。敵がすげえ近くにいるよ。リロードして弓オンライン。よし。あ、なんかロックされた、ロックされた。あれ、当たんない。あ、当たってる。まあ、こんな感じで爆発する弓が使えるわけなんですが、結構敵が密集してないと爆風にダメージを与えられないといった感じかな。こっちはどうだろう。ミスった。奥にいたな。危ない。Friendly Hellstorm inbound。 ねえ、いただいま。よし。あ、もう一人いたな。やられた。もう一丁弓を使いたいな。よし。リロード。ん、ダメだ。Friendly UAV inbound。 味方がいるな。3人いる。アシスト。 UAV inbound。 UAV、 こっちか。こっちか。ああ、リードしてるな。お
ほら、よし。よし、弓。よし。よし。UAV。UAV now。はっ、何？はっ、よし。ケアパケスタンバイ。よし、近づいた。よし、ヘルストームミサイル。ヘルストームミサイルはここ。あー、一人しかやらなかった。じゃあこれも。ケアパケを呼ぶけど、もう終わっちゃうな。なあ、倒せない。ああ、かっこよく決めれなかった。というわけで、はい、ちょっとあんまり要素は薄かったと思うけど、弓を使ってみました。これはアウトライダー。さて、じゃあチームデスマッチはこの辺にして、じゃあ次回はドミネーションでもやっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。